マブラブ、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、誕生会の話からですね。じゃああれだな、メイヤの誕生会開いてやらんとな。別に良い。無理すんな、なあスミコ。え？なあ。うん。まあ複雑だわな。別に良い。かけがえのない日なんだろ、素直に喜べよ。私の場合は良いのだ。なんだそれ。わからなくてよい。どうした？公園に何かあるのか？十数年前にはあったな。ん？なんでもない。そういえばどうしてこの公園だけ残したんだ？明夜御殿がドドーンと立った時、不自然にここだけは残ったんだ。ここを眺めて変な若みたいなのを口にしていたのもそうだ。なんかあるんだよな、きっと。なんとなくだ。嘘つけ。笑ったりしないから言ってみ。タケルちゃんとここでよく遊んだよね。ん、そうだな。またここの別名を思い出したくなったのか。なら今度はあれよりももっとおろんしろい話を。バカなこと言わないでよ。ほら、なんとかごっこした。タケル。なんだ。この公園はタケルにとって思い出深いのか。そうだな、まあ思い出深いと言えばそうかも。公園の取り壊しからそれを守りたかった。え？それがここを残した理由だ。そっか。なあ、名誉は何が欲しいんだ。何がだ。誕生日プレゼント。よい。私の誕生日など祝う必要はない。遠慮すんな。高いものはダメだが気持ちくらいはやれるぞ。ならば言ってみ。その気持ちが欲しいな。私はタケルの心が欲しい。え？冗談だ。本気なんだろうな。この冗談はなかなか面白かったようだな。まあな。用事を思い出した。私はつくよみに会ってから帰る。ここで別れよう。ああ、じゃあな。うん。なんかさ、うん？メイヤ変じゃないか。そうだね。お前が妙な対抗意識燃やせるからか。それはないと思うよ。だってタケルちゃんが解決してくれたんでしょ。ミツルギさんだって分かってくれたんだよね。そうだよな。ミツルギさんがミツルギさんらしくしてくれなくちゃ、私ただの嫌なやつだよ。そっか、そう思えば別にそんな風にはなってないと思うし、いいのかもしれない。だったらいいんだけどさ。なあ、どうしたの？メイヤってさ。何？いや、なんでもない。あれだけ心を開いているように見えても何かが見えてこない。あいつが一番言いたいことが俺に伝わってないような気がする。そう思うのは、例えばあいつの誕生日を今まで知らなかったとか、そのせいなんだろうか。三剣財閥次期当主としてのメイヤはたくさん見えていても、メイヤっていう個人が見えてなかったせいだろうか。なあ、だから何？マジであいつの誕生会開いてやろうか。え？考えてみてくれよ。まあ秘密裏にというか、開くしかないよな。やっぱ前日か。対前日で泊まると思った。名前なんていうの。俺は白金タケルだぞ。出会った時か。白金タケル。タケルでいいぞ。お前は。私はスミカ。名字は。名字。お前なんとかスミカって言うんだろ。そう。何スミカって言うんだ。わかんない。わかんない。お前自分の名前ちゃんと言えないのか。じゃあさ、じゃあさ、誕生日いつだ。誕生日。それぐらいはわかるよな。さあもう帰らないと。やだ。あんまりわがままを言っているとみんなに置いていかれますよ。みんな。もう帰るの。遊んでくれたんだね。どうもありがとう。お名前を聞いてもいい。白金タケルだよ。タケルくんか。ねえおじさん。なんだい。タ
生日やってあげて。ん？ご飯とケーキとプレゼントでお祝いしてあげて。タケルちゃんはスミカのことを心配してくれてるのね。うん、そうだよ。優しいお友達だね。うん、タケルは優しい。もう行くのか？そうよ。やだ、嫌がってるよ。でも仕方がないよ、もうすぐ夜になるからね。やだ、タケルともっと遊びたい。タケルちゃんもお家にお帰りなさい。さあ行きますよ。タケル、よいしょ。結構重いな。いつの間にこんなに大きくなったんだか。タケル、タケル。暴れないのよ、おとなしくしてなさい。やだやだ、タケル、タケル。ダメだ、嫌がってるから連れてっちゃダメだ。あ、こら、おやめなさい。また明日会いましょうね。嘘だ、会えないよ。遠いところに行っちゃうよ。やめろ、やめろ。いい加減にしなさい。聞き分けのない子はおじさんの子供じゃなくても怒るぞ。遠いところ、いや、これがさ、メイヤーのことだったら割とこうしっくりくるんだけど、スミカだもんな。ずっと隣にいるんでしょ。どうしたタケル、まだ寝ぼけているのか。いや、さ、変な親父に怒鳴られて目覚めなんて最悪。タケル、具合でも悪いのか。いや、そういうんじゃないけど。ならばよい、布団をはだけて眠っていたぞ。気をつけねば風邪をひく。スミカは今日は来ていないな。どうしたんだ、寝坊か。今日は何もしていないぞ。そうか、家の扉も壁もとっくに直した。それでも毎日何かしらメイヤーに邪魔されてブーブー言ってたあいつが今日は何やってんだ。部屋のカーテンは開いているが誰もいないな。そっか、おかしい。そういえばなんだこの気静けさは。つくみさんの姿もあの三人組の姿も見えん。つくみさんたちは今日は用事のために外に出ている。用事？そうだ、別に不都合はないはずだが。まあそりゃそうだけどさ。気にすることでもあるまい。まあいいけどさ。そういえば誕生日明日だな。そうだな、タケルも明日だな。そうだな。なんで誕生日ネタなのにこうも盛り上がらんのだ。それほど騒ぐようなことか。それだそれ、お前がそう思ってるから盛り上がらない。そうか、誕生日はただそれだけでかけがえのない日って、だって言ってる張本人がこれだもんな。かけがえがないとは思っているのだ。ただ誕生日と言って思い出される記憶にな。嫌なことでもあったのか。嫌なこと、嫌なこと、さあどうであろうか。隠すんだもんな。おいおい、私の一番思い出深い誕生日は、嫌なこと、楽しいこと、辛いこと、嬉しいこと、全部が一度にやってきた。複雑な誕生日だったんだな。そうだな。タケルには何か思い出深い誕生日はなかったのか。あったあった。よければ聞かせてくれ。最近のヒットはだな、中学2年の時だ。突然3年の先輩から呼び出しくらってよ。ああ、男なつやみに。うん、体育館裏なんてあまりにお決まりの場所だから覚悟してやってきたわけよ。拳の調子を見ながらな。何の覚悟だ。まあそれはいいや。で言ったら、うるさい先輩が立ってよ、こいつかとか思ったらいきなり、どうした、好きですとか言われて。はあ、早速グー、速攻グー食らわして逃げたね俺は。あれが最近じゃ一番だ。そうか、他にもあるか。基本的には代わり映えの試合の誕生日だからな。スミカがやってきて何かプレゼントもらってケーキ食って。毎年か。小さい頃はそれにご馳走と親からのプレゼントはあったけど、年々質素になってるな。そうか、
ではこれといって特にはないか。そうだな。そうか。あ、そうそう。ん？別に面白いってわけじゃないけどさ、最近昔の夢を見るんだよ。昔の夢？ああ、どうもスミコの夢らしいんだけどさ、多分あの公園で遊んでるんだよな。ああ、そういうことか。スミカって思ってるだけであって、あくまでメイヤとの思い出なのかもしれんな、これ。え、でも、メイヤがドリルミルキーパンチするかな。ゴルバンごっこだったり、砂で山作ったり、でも記憶曖昧でさ、なんかもうごちゃ混ぜなんだよな。ごちゃ混ぜ？絶対違うのに、全部が一日のうちに起きたことみたいに編集されてんだ。そうか。なるほど。夢だからな。不思議なのがさ、今日見た夢なんだけど、スミカがどっかに無理やり連れて行かれそうになってるんだよ。はぁ？やっぱ、メイヤか。で、あれは俺かな？違うな。スミカの誕生日なんだけど、俺たちもう会えないって思い込んでるんだ。それで俺がおじさんに食い下がるんだけど、カーとか言って怒られてよ。それで今日は目が覚めた。鏡とそのようなことがあったのか。それがおかしいんだよな。あいつとは幼馴染だけど、引っ越してきたのは俺の方だから。ではどうしてそれが鏡だと分かったのだ。顔が見えたのか。見えてると言えば見えてるけど、でも夢っていい加減だからな。そうか。スミカとはずっと一緒だから、別の記憶でもスミカのものになっちまってるのかもしれないな。夢でしかそれは見えないのか。今思い出すことはできないのか。できるよ。でもどうも嘘くさい。頭の中で作っちまってるのがわかるんだ。だから信用できない。そうか。残念だ。残念？ん？ああ、いや、なかなか面白い話だったからな。続きが気になったのだ。そうか。じゃあまた夢見たら教えてやるよ。ぜひ頼む。あ、いたいた。おい、スミカ。おはよう。おはようじゃねえよ。今日はどうしたんだ。今日は机の中に参考書を忘れたのに気がついて、朝早くに来てここで宿題をやってたんだよ。嘘くさ。なんでそんな棒読みくさいんだ。いつものことだよ。だったら今日から俺はお前を。鏡さん、ちょっと手伝ってくれない？あ、うん。話を最後まで聞けよ。複雑な関係だよな、みんな。ナミコと、今日はバルジャーノにどうよ。僕は今日用事があるから早く帰ろうと思っていたんだ。ほー、誕生日会の準備ってことか、みんな。なんでそんなぼやめくさいんだ。いつものことだよ。だったら今日から俺はお前を。みことちゃん、ちょっと手伝って。あ、うん。話は最後まで聞けよ。なんだか今日は皆が世話しない気がするのだが。同感だ。いや、もう帰ろうぜ。ん？すまん、私は今日予定がある。お？そなたには悪いが、成り行き上一人で帰宅してもらうことになるな。はいはい、お前もかよ。すまぬな。ではまた夜に会おう。なんだよみんな、今日は変な日だな。くそー、いいよいいよ、俺は一人でバレナーノやるんだよ。街もクリスマスムード一色ですな。この間のバカはもう来てないだろうな。少なくとも今はいないようだ。ほ、代わりに何やら頑張ってるやつか。ふんふん。割といい湯ですよね。どれどれ、俺が一丁ひねってやるか。いやー、解消解消。30人抜き、すごいな。勝ちすぎると乱入してこなくなるからな。有意義な土曜の午後だった。これで明日寝て過ごせばもう完璧な、最高なんだけどな。はて、どうして明日は寝て過ごせないんだっけ。何か頭が引っかかって。あ、明日はメイヤの誕生日だ。やっべ、全然プレゼントとか考えてなかった。スニーカーの誕生日ならその辺の石ころ拾ってダイヤモンドの原石だぞってギャグも通用するんだからな。メイヤの場合本気にするか、もしくはマジで知らせようだからな。かといって今から何を調達できるって言うんだ。いや、
とにかくまだ時間ある。立場の署へ戻れ。さてどうする。メイヤーにも何をプレゼントする。ああどうなんだろう。本ゲーム、ぬいぐるみかな。あれだもんね、スミカちゃんにもあげてたもんね、ぬいぐるみね。ぬいぐるみとか、そうだ、ぬいぐるみこれしかない。老若男女とかく可愛いものには弱いのだ。スミカも犬頃のつぶらな瞳には騙されたからな。よし、それで行こう。しまった、金がない、先出すものがない。財布の中には500円、銀行カードは家だ。購入不可能。つうか500円で買えるプレゼントなんかそもそもあるのかよ。カッパギクレーンがあるな。500円、さ、賭けじゃないかそれ。あれで500円以内でぬいぐるみをゲットすればいいんだ。よし、それで行こう。おっ、ノア、うわ、ナノ、ワン、ダメだったか。ひどい、5回とも愚臭い。神はいないのか、正義は死んだのか。ん、ランプが点滅してる。お、500円入れて6回できるんだ。神はいた。最後のチャンスだ、慎重に慎重に。ガス、お、いいぞ、いけ、頑張れ。また、あー、ダメか。そんな、ゴロリ、お、どうぞ。お、ヒヤヒヤさせやがるぜ。ぬいぐるみゲットしましたよ。犬だか熊だかわからんが、まあいい。確かに安物であるが、これ以上ないくらいに気持ちが込められた代物にはなった。よし、帰るとするか。ん？向こうから走ってくるの、60メートルディメージじゃない？ここ？通より、間違いようがない。相変わらず長い車だな。え？あれ？一瞬、つくみさんとスミカが乗ってたように見えたけど、気のせいか。リムジンは、ヒイラギ町の方に行くな。なんでスミカが？帰ったら聞いてみるか。いやっと着いた。あー、ちょっと、飛ばしちゃった。電車賃のことすっかり忘れて。バカだな。俺はバカか。バカなんだな。スミカの部屋には電気が消えてるな。まだ帰ってきてないんだろうか。お帰りなさいませ。月読みさんはいる。どういたしました？いや、さっき立花町をリムジンで走ってましたよね。あら、ご存知でしたか。スミカも乗ってませんでした？鏡様ですか？いいえ。変だな。じゃあまだ帰ってきてないのかな。鏡様なら、先ほどもうお休みになるようなことをおっしゃっていましたが。ん？え、まだ8時だぞ。寝る子は育つということでは。な、バカな。具合でも悪いのかな。様子でもいい。そのようには見えませんでしたよ。それに、もしもそうだとしたら、そっとして差し上げるべきでは。確かにな。それでは、後ほど私が忍び込んでまいりましょう。そっか、その方がいいか。じゃあお願いします。かしこまりました。そういえば、メイヤは？メイヤ様は、ちょっとした都合がございまして、屋敷の方におられます。そうですか。寂しいですか？今日は一人、人とすれ違ってばっかりだったから。そのような日も、たまにはございますよ。そうですね。では、夕飯にいたしましょうか。あ、はい、お願いします。ここで一旦区切ろうか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。